ダッシュでございます。どうも武田でございます。久しぶりのガチ連じゃないですか。まあ、日々やってるんですけど、やっぱ撮影できる場所少ないんですよ最近皆さん。なのでちょっと皆さんに届けられてない練習結構あるんですけど、まあ、久しぶりにがっつり練習していくっていう動画になるんですけれども、今日は何やるんですか。タイトルとサムネイル見ていただいた通りなんですよ。見てください足元。お、スパイクですね。はい、裏も見たい。お、裏見たい。あ、本当に少ないね。いいん少ない。素晴らしいです。はい、ソニックスプリントエリート2なんですけれども、ちょっと今日出力久しぶり出したいなということで。見てない。最近の周辺が出力出してるの見てないから。はい、ありがとう。そうなんだけど、ありがとうってなんかすげえ仲悪い人たちみたいな。知らう人みたいな。だってチョコあげたもん。あ、ちょっと照れたんだよ。なんでちょっと。あ、じゃねえよ。彼女からももらえなかったんだよね。今回も250からあんまり出せない状況をこう作った中で出力を出していきたいなっていう。250って北村ゆめ VSTKD の時の距離と一緒じゃないですか。お、そうですよ。あの時33秒ぐらい。あれ全力でしょ。超全力。うん、それをなんか指標に今日は俺も試合が取ったりしながら、なんだかんだ250とかやってきたけど、マックスで、マックスっていうか、まあ今日ほぼ 90% ぐらいではやっていきたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあそうだよね。なんか俺がほぼマックスやってるの多分よしさん見たことないですよね多分ね。あれが33秒とかで、で今日がね、その30秒台でいく。30秒台でいきたい、できれば。そんな成長したのあれから。で250やって、で次また200で150。ちょっと体疲れさせて出力出せないようにしていきたいっていう作戦。なるほど、はい、でも頑張るみたいな。ちなみに、うん、周平さんの今の週の練習ってどんな感じなの。週2から4ですね。あ、そうなんだ、はい、週4やる時もあるし2の時もあります。月で半分弱ぐらいかな、こうやってるんじゃないかな。あ、なるほど。結局足したらでもまあまあやってる。ポイントとポイントの間にジョギングっていうのがあるんですけど、はい、今日みたいな練習をやって次の練習ポイントまでは短距離って 何をしてるんですか。そもそもさ、ジョグを含めて長距離って週何ぐらいで練習するんですか。はい、できてる。だいたい1週間で7日あって、うん、そのうちの2日はフリー。ポイントは僕はね週2回、残りの3日はジョグ。なるほど。だからだいたい月曜ジョグ、火曜ポイント、うん、で水曜ジョグ、木曜がフリー、うん、金曜もジョグ、土曜日がポイント、うん、日曜日長めの距離走。なるほど。平日にポイント1回入れて、うん、土日ちょっときつめのセット練をやって、うんうん、残りはジョグをやったりフリーにしたりウォーキングしたり。大学の僕そうでしたね。火曜、うん、土日が辛かった。あ、そうだよね、うん、火曜1回山やって、うん、で土日も1回山やってて、まあちょっと今それが厳しいんでちょっとやり方変えてるんですけれども、はい、サイクル的にあんまり変わんないから、はい、じゃあまあやることやってるってことですね。そうっすね。皆さんどういうサイクルで練習してんのかなって今気になった。あ、視聴者も気になってると思う。練習風景見せれなくてもなんか届けられたらいいですね、うん、そういうのみんな共有できたらいいですね、これからね。周平さんのインスタ、ツイッター、うん、たまにね練習の様子上がってる。ああ、そうですね。チェックしてもろてもろて。じゃあ早速250、はい、やってきます。周平さん、俺これ美術の時間なんかやったことあるよ俺。ああ、あの水に垂らしてあのあれでポワーンってなるやつって言うなお前。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ダッシュで行こうぜ。レストは OK です。Thank you.
3秒6。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、いいぞ、マジで。さっきのね、連動してる感じとちょっと違うんだよね。いいでしょ、撮影の裏側。今ね、いくつ？そっち3秒6で、3秒5。早くね。早っ。心配になるぐらい早い。お疲れ様です。早いじゃないですか。結構出たね。うん。やべ、TKD が強くなっている。スピード出したのは本当に久しぶりで、200を27秒とか28秒で、10本とかやるようなメニューばっかりなんですよ。はい。ちょっと不安だったんですよ、出るか。はい。まあ今日だいぶあったかいですけど、はい。昨日ウエイトしっかりやってこんな感じなので、うん。だいぶいいっすね。なるほどね。昨日ウエイトやってたんだね。まだメニュー終わってないですけど、まあ、合格ラインは最低の250と200の目標設定ちゃんとこなしたんで、走りたくなる本当ぐらいのいい動き。実は走ってんだけどね。なんなら俺より今大事な時期だもん。練習すれば変わります、皆さん。継続は力なり。じゃあ見て、今何これ3分前でこれがリアルです。くっちゃべってねえで早く。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、撮影協力の皆さん。めちゃめちゃいい動きだった。いや、ほんと。ちょっと最後は惜しくも8秒2、3かかってしまって、0.3 秒、4秒ぐらい届かなかったんですけど、まあ、ぶっちゃけもう200、普通に4秒ぐらいかかるかなと思ったんで、いけてよかったです。うん、すごいね。キム君見てもらっていいですか、ちょっと。ウェルネス大学さん、動画で映ってるかもしれないですけど、真面目、マハウさん、マハウ監督、うん、僕練習してて、やっぱ一回対決したことあるんで、うん、練習、今日何やってるんですかって言われて、今日2号プライ、2プライ1号やってますみたいな、あ、スピード系っすね、みたいな、うん、何秒ぐらいだったんですかみたいな、うん、250終わった後だったんですけど、青山の時計で30秒1で、うん、僕の時計で2秒9だったんで、まあ、2秒9ぐらい言っといてビビらしてやるかなって思って、まあ2秒9ぐらいしかいないみたいな言ってやったんですよ、マハウ監督に。そしたら、あー、妥当っすね。一番言い返せない。この競技場で一番逆らえない。今日も練習やってて、なんかストライドがとんでもない。とんでもない。いい意味で。まあ皆さんもね、ちょっと気温がちょっと暖かくなってきて、スパイク履き始める方もちょいちょい出てくると思うんですけれども、スパイク履き始め、やっぱり一番スピード出たりとか、で、ちょっと怪我につながる可能性高いんで、まあ最初はちょっとスピード落とすか、スピードを出せない状況を作るか、今日の僕みたいに。はい、25とか300とか、履き慣れるじゃないですけど、それちょっと段階踏んでいった方がいいかもしれないですね。スピードを出せない状況で、状況を作ってから、出力を出す練習みたいな。そうそう。結構ね、これは俺、新しい感覚というか、そういう考え方で短距離の人って練習するパターンもあるんだと思いながら今、うん、勉強になりました。僕もこういうのって学生の時知ってたかっていうと、うん、恥ずかしながら知ってなかったんですよ。大西さんとか草野さんとか、なんかそういうアクセルの人たちから聞いて、こういう風に段階作るのって大事やみたいな、出せない場所を自分で作るみたいな、はいはいはい、強制力じゃないですけど、そういうのを練習の中で出すっていうのは、まあ、一つ手なのかなと思うので、なるほど、皆さんもぜひいろんな種目で試してみてください。ちょっとまたこれからスパイク履く時期どんどん増えてきて、もしかして4月で試合出れるかもしれないですし、はい、皆さんこれからまた楽しみにしてください。この動画を見て足速くなりたいなって思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。早く10秒台見たいね、 TKD の。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。